ブラックラス放送室です、今日は、今週の土曜、金曜日から日曜日までイベントを行う、上村良一さんと、梅沢秀樹さんスタッフのイベント0度の、事前の放送室を行いたいと思います。よろしくお願いします。今回、春尾さんが上村さんに声をかけたんですか。それで今回以前、川口さんの年始のイベントで一回出してもらってライブして、たまたま青山めぐ森田さんの曲を見るときにいらしたっていう。はい、やんないですか。で、やりますって言って、で、蓋を開けてみたら、まあ、最初はなんか、ライブをやればいいかなみたいな、まあ、前と同じ感じでやろうかなと思ったんですけど、なんかそう、まあ、梅沢くんと話すと進めていくと、ああ、こういうのをやったら面白いんだよね。普段自分たちが、まあ、僕は特にフィールドレコーディングって言って、その環境をいろんなところで録音したものを使って作品を作ってるんですけど、まあ、梅沢くんもそういう素材を使って音楽を作ったりしていて、まあ、なんかそういうアーティストがいっぱい、まあ、世界に結構ニッチな、フィールドレコーディングってニッチな世界だけど、結構世界中にいて、で、まあ、僕らが共通で好きなアーティストとか、お互いがそれぞれ知っている人たちをこう集めて、まあなんか、コミュニケーション取れたら面白いな、そういう自分たちの好きなアーティストと、少しこういうのきっかけにつながりも持ってたら面白いし、単純に、なんかどういう音を聴けるんだろうみたいなのが、まあ、あると面白いかな、じゃあもともとは交流がない人も結構いますね。梅沢くんは結構そのもともとたくさんそのエレクトロニカのアルバムを結構出してたので、そういうつながりもあって、まあ連絡も。まあ、僕も何人か知ってたりとか、まあ、藤本幸夫さんとかは以前お会いして連絡を取れてたので、まあ、それでお願いしたりとか、で、まあ、今回ちょっと変則的なのが鈴木明夫さんで、鈴木明夫さんは、面識はなかったんですけど、松尾仁さんが鈴木明夫さんの撮影とかをよくしていて、で、なんか松尾さんといろいろ話したら、鈴木さんとかいいんじゃないみたいな感じで、で、なんか繋いでいただいて、で、たまたま京都の熊城っていうところで、なんかホテルみたいになってる、古民家みたいな、で、展示ができるところになって、そこで鈴木明夫さんのイベントがあるので、松尾さんもそれ撮影をするので、まあ、なんか、じゃあ、二人で行って、その場で氷の録音してもいいですかで、たまたまそこの熊城に藤本幸夫さんの、まあ、展示をされてる時期で、なんかそういう偶然もあって良かったですけど、ただまさみさんに紹介してもらったね、連れてたか、そうですね、鈴木明夫さんだけは僕らが取りに行ってお願いして、他の人はみんなメールで、フィールドレコーディングっていうのをもうちょっと詳しく言うと、どういう
ただ音を取るっていうわけじゃないでしょ。昔からさ、そのいろんな音を取る趣味みたいな、うんうん、あったと思うんだけど、今言っているのはその一つの表現形式みたいなものでもある。そこまで確立されてきた、かっちり表現形式っていう感じじゃないんですけど、うん、まあ僕らが声をかけたアーティストは、まあ、結構そういう人が多くて、うん、フィールドレコーディング、例えば今回出てくれているフランス・ロビンっていうカナダ人の女性のアーティストは、うん、まあ、いろんな身の回りの普段生活の中から環境を取りためて、それをなんかこう、もう原型がわからないぐらい加工して、それでまあ電子音楽を作るみたいな、なんかそういうコンセプトでやっていたりとか、うん、もう本当にナチュラルに、その例えばアイスランド人の女の女性の、まあ、作家がも参加してくれるんですけど、その人は結構すごい、全然加工しないで、うん、まあ、取りためたのをこ うまくつなげたりとかして、うん、こう本当にアイスランドの温泉の音とか、うん、氷の音とか、何でしょう、それはね、読めないんですよね。発音が分からない。アイスランド語、ハフディスとかなんか、うん、なんか、ね、なんか変な文字じゃないですか、うん、アイスランド語読めないんですよ。エンバイラメント系のね、ものでも結構昔から加工する人も死ぬ人も、うん、その流れがなんか入ってこないですよね。流れとしてはいろいろあるか、現代音楽の流れとか。そうですね、うん、なんか僕はまあ元々美術の出身とか、まあ、大学は美術の方だったんで、少し美術のフィールドの中でそういう環境を取り入れながら、まあ、サウンドアートにちょっとこっち変えるような感じです、まあ、あんまり自分のことサウンドアートとは思ってないんですけど、なんかそういうグラデーションが一応ある、美術と音楽の間にっていうふうには考えてるんだけど、映画とかはね、その職人としているでしょ、うん、そうです。あ、そうですね、温泉さん、温泉さん、温泉さん、そういうのとまた多分ちょっと違う、違うんだよね、きっと。なんか、まあ、テクニカルな部分をすごい重視する人と、コンセプチュアルな、もうちょっとコンセプトから始めるみたいな、まあ、多分立ち位置はいろいろあると思うんですけど、音の原点みたいにして音の原点、だからこういわゆる楽器みたいなもので作り出される音ではなくて、経験としての音みたいなさ、日々経験しているような音ということで、まあ、そういう人もいるし、うん、そうですね、うん、音楽ってほらやっぱり楽器が優位っていうかさ、うん、そう、地域地域で、うん、楽器がどんどん洗練されていく、ここで音楽のことに言及するのはできないんですけど、うんうん、結構、いやでも、これは適当に話しちゃって近くに音楽家もたくさんいる、うん、でもなんか素朴に思うのは、美術の人とも付き合いがあるし、音楽の人とも付き合いがあるけど、結構感覚が違ったり、うん、あ、こっちを重要視するんだとか、美術側から見ると全然そんなこと気にしないけどなこともたくさんあって、その逆もあると思うし、なんかそういう、まあ、言葉でジャンル分けはされているけれども、本当は関係ないと思うんですけど、だけどその、まあ、学んできた場所とか、まあ、歴史もあると思うし、文脈もあるし、そういうのでやっぱりなんかなんていうの、認識がちょっと違ったりする時とかは結構面白いなって、うん、なんか言語が違うんだよね、うん、
文法が違うっていうか、どんな感じですか。なんかね、言っていいのか分かんないけど、音楽家って現代音楽家も含めて、みんななんかちょっと矢沢永吉みたいなんだよね。言って大丈夫ですか。A ちゃん、まあ、山下達郎とかもさ、喋り方独特だけど、その知性とか知性があるとかないとか関係なく、なんかね、感覚的にこう発する言葉っていうか、それこそ物を扱ってるような人たちと、なんかね、文化を扱ってる感じが。それ多分、例えば、違って違う、僕ね、これは、本当に適当ですけど、脳が違うって感じがするね。何かこうセンシティビティが働く部分が違うっていうか、もちろん音楽の教育を受けちゃったりすると、そこで培われる言語っていうのがもあるんだと思うんだけど、なんか、ね、それ以前な感じがして。より生き方にフィットするような提示の仕方をしてきますか。うん、なんかね、ちょっと違うんだね。なんかやっぱりこう視覚重視じゃないけど、そう明確にね、視覚と聴覚っていう分け方もいけないと思うんだけど、なんかね、なんかこうさっき言ってた重きを置くところがちょっとずれてる感じが。まあ、でもなんか僕個人としてはその分け方があんまりそこに違和感がすごく分けて視覚聴覚みたいな。ああそうですね、それはそうなんですけど、僕が感じてるのはなんかそういうところじゃない、形式の差であって、何か直感的なところが、あの手がかりにしてるものが連れてる感じが、それは当たり前にあるんでしょうね。もう全然だって体験の仕方が違うかな、美術の方が。だからその今話を聞いてて、実際にあるものを録音するところから出発するみたいな時にさ、何古い文化を、いろんな国の古い文化の中に音楽にする前の、文化っていうのがあって、例えば日本だと茨城県なんか結構盛んなんだけど、野鳥を捕まえて、一時、飼うんだよね。鳴き声を聞いた。で、茨城は一応野鳥保護法もそこは緩くしてる。今でも伝統文化だ。面白い。今のそういう文化が残ってる。で、スズムシは普通にあるじゃないですか。だからその季節とかを楽しむために音とか実際にある音を家の中に入れて楽しむ、結構古くて平安時代ぐらいからあるんですよ。ホトトギスとかですか。いや、まあだから一番典型的なのはウグイスとか。面白い。ちょうどいつかも、なんかね、ちゃんとね、いるんですよ、そういう得意な人たちが。得意な人たちが、なんかプロになってはいけなくて、一昨年かな、捕まったんだけど。あ、プロでプロつまりお金を発生させると犯罪に。そう。だから、農業をやってる人とか、金物屋さんとかで、得意な人がいて、地元で。で、その人が取ってくるの来て、その分ける。そういう音の文化って、音楽とは多分認識してなくて、あ、そうですね。まあ、風鈴とかもそうかもしれないけど。あ、物じゃないですか。物を作る音だよ。まあ、音を聞くために物を作ってる。あ、ちょっと聞いてくれ。そうなんだけど、広島かなんか、ね、釘の風鈴があって。釘か。これは、そうそう、揺れるの。揺れるっていうか、何本かあって、そう、まあ、それを、叩く、なんかこう、鉄の塊があって、それとかもたまたま音が良かったからだと思う。なんかその音楽とは思ってないけど、楽しむ音。水金。あ、そうです。
水金窟。なんかあの、京都とかにあってた。なんつったよ。そう、水滴を垂らして、水溜めを、はい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 、水溜めを入れて、ポタンって。はいはいはい、あと、あの、獅子落としでも。はい、そうですね。か音を、うん、ある環境に取り入れて、うん、なんかこう、楽しむ。うん、ベトナムで面白いのが、そう、ハトかなんか捕まえるんだよ、ね、子供とか、うん、全部の鳥に鈴をつけてまた放つ、そういう文化があったり、うん、わーって一斉に飛ぶでしょ、シャカシャカシャカっていう、それもなんか相当古い文化らしくて、そういうのちょっと音楽ではないじゃん、きっと。うん、地域によっては、目で見る楽しみよりも音を楽しむ文化の方が発達したことが結構あると思うので、そういうのとなんか近い、そうすると音楽と美術とかとこう分かちがたいじゃないですか。なんか僕はもともと大学学部では絵描いてたんですよ。でもその前にずっと音楽活動をしていた、まあ、バンド活動をして作曲をとかして、予備校の先生とバンドを組んでたんです、うん、川口さん多分同じ予備校だから、うん、二郎先生で、ずっとあんま大学前半ほとんど行ってなくて、ずっと音楽活動してなんか食べていけたらいいなそういう感じでやったんだけど、なんか大学3年生の時に豊島靖子さんの授業を受けたんです。コンセプチュアルアートみたいな授業で、あ、面白いと思って、それでなんかちょっとこう美術を勉強しようかなって、大学3年生ぐらいで、こうそしたらなんかいろいろあるんだなって、でまあずっと絵は描いたんですけど、まあ、風景の絵とかいろいろ抽象的な絵ももちろん描いてたけど、なんかある時すごいやっぱり違和感があって、なんかこのままずっと絵を描いていくのかなって考えると嫌だなって思う。なんでかなって思った時に、まあもともと音楽が好きだったんだけど、なんかこう風景とか世界を知覚するときに、なんで目だけなんだろうみたいな、単純なそういう考えがあって、だって耳も使ってるし、手も触覚も使ってるし、人間はなんかそういういろんな感覚があるはずで、そういうものがやっぱり芸術化されないといけないみたいなのがあって、あとはなんかこう素朴に思ったのは、例えばホワイトキューブでペインティング飾ってありますと、例えばじゃあリー・ウーファンがホワイトキューブで飾ってありますで、オープニングに行きましたすごい人がいます、そういう時に見るリー・ウーファンと、誰もいない空間で一人で見るリー・ウーファンと絶対的に経験の差があると思う。それは周りの環境が違うとか、ざわざわしてるとか、人がたくさんいるとかっていうのと、誰もいないシーンとした空間でペインティングを見る、その空間の差って絶対的にある、やっぱ環境が違うからみたいなのがあって、なんかそういうふうに考えると、やっぱりなんか絵だけ描いてるのはちょっと違うっていうふうな感じで、なんかもう少しそういう環境みたいな、周りのことみたいなのにだんだん興味がある。そうすると、でも何をしたいんだろうみたいな。まあ、もともと音楽とか好きだけど、別に専門でもないし、でこうやっぱりちょっと美術を勉強してて、どうやらサウンドアートっていうのがあるらしい、なるほど、ちょっとこう調べていくと、まあ、クリスチャン・マークレーとか藤本幸夫さんとか鈴木明夫さんとか、まあ、そういうのがだんだんこうつながってきて、でブライアン・インドがいるとか、こういう風になってきて、あ、なんかこう美術と音楽は別にバラバラじゃないんだなっていう感じは
として持ってた、うん、それで大学4年生の卒業制作は本当にペインティングをでっかいペインティングを描いたんだけど、それでもうやめて院から少しもうちょっとそういう興味のあるところ移行していったみたいな感じになって、うん、なんかやっぱり大学ってそういう科でなんかこう、まあ、常識が違うみたいなのがあって常識が、だからあんまり大学行ってなくてよかったで、まあ、幸いなことにそういうサウンドアーティストの友達とか音楽学部の方の知り合いが少しずつ行ったので、うん、なんかそういうふうにちょっとずつこうつながってで、まあ、いろんな 今付き合いのある友達に会いつついろいろ教えてもらったりとか、うんうん、まあ、まあ、面白いなと思って、うん、そういう、いや、美術ってすごい悩ましいワードでさ、まあ日本しかないですよ、まあ、視覚的な多分アートでいいと思うんですけど、うん、美術を翻訳英語にしたらアートでいいと思うんだけど、そのでも何かこうある程度領域化されたさ、うん、何かだと思われてしまうっていうかさ、美術家みたいなのもあるし、うん、他の領域で例えば記録とかさ、写真とか形式名と一致して業界がガンとあって、うんうんうん、まあ、産業と合体してるところは特にそうなんだけど、でもその美術って形式名ではないんでしょう、うん、そもそもが。でこう、そうね、シャープとかの時代だからさ、100年ですよ、様々な試みが、つまりこう形式化されないようなものが山ほど実験されてきたはずなのに、相変わらずそういう美術っていう概念が何かを示してるようなさ、うん、錯覚というかね、うん、なんか美術に変わる言葉ってない、芸術ぐらいしかない、美術に芸術ぐらいのことなんですかね、あ、日本語で、日本語で、うん、なんかアートって言うと俺美術じゃない気がして、まあ、芸術、アートは美術でいいと思います。あ、そうですか、うん、芸術の方が近いかも、言葉で言うと、うん、芸術と美術を、まあ芸術って言うと幅広く芸術って言えちゃうから、うん、そうか、アートの方が、アートと美術の精度が強そうだ、いやでもアートも芸術のように幅広く、例えばニューヨークなんかそうだと思うね、広いと思う、だからそれを定義づけている、権威がどうかみたいなところが実は強いかもしれない、それでもさ、物を作ったり考えたりする人にとってあまりこう有意義ではないというか関係ないよね、うん、まあ、それはやっぱり、ところ変われば品変わる、うん、その制度の問題で、うん、もう5年ぐらいずつ日本も変化してるから、うん、あんま気にしない方が本当はいいと、うん、なんか今ある制度を信じてしまうと、まあ、そうして窮屈になるから、うん、でもなんかそういう、なんだろう、くくりは感じますよね、やっぱり美術館とか行ってる、まあ、僕はどうかな、産業の名前って感じがする、美術っていう産業化されてない、でも産業化 GDP の中で美術は何の貢献もない、でも建築、僕一時期建築をすごい調べる時があって、その音楽とかっていうのは建築とすごい関係性があって、うん、五十嵐太郎さんが書いてらっしゃる建築と音楽っていう本がそれはすごく面白くて、うん、その、まあ、古代からの、古代とかギリシャ時代とかルネサンスとかの建築の空間と音響の関係性とか、あとはその柱
柱の比率と音楽 の、うん、この時間の比率の関係性とか。これね、だからいわゆる、環境装置だったもともと。そっか、教会とかも。教会はそう、うん、ところがある時から、建築空間が反響しなくなるんですよ。へぇ、なんで。ステンドグラスです。ステンドグラスを、あ、じゃあ視覚的な、視覚が強くなる。そう、で、和音が、うん、あ、そうなの。だから、確かに和音がなくても響いたわけ、いらなかった。だから、縦のこそが音楽を支えてた。確かにね、その教会とか見て、パイプオルガンとか古いやつとか見ると、建物自体が、そうなんだけど、パイプオルガンあたりはもう怪しいやつで、あ、そうなんだ。やっぱだから、つまりパイプオルガン自体が響いてるわけでしょ。確かに、確かに。そう、建築空間ではないんですよ。和音、あ、じゃあもうこれね、伊藤健が結構詳しいんだけど、つまりその和音が生まれるタイミングは、とか、光を取ったね、光の原惑を取った。なんかそういう、一時期図形学をすごい調べていて、はい、絵画的な表現で楽譜を作っていて、それが音楽を作って、はい、その関係性すごい面白いなと思っていて、すごい古いんだけど、なんか自分的には面白いなと思って、調べていくと建築とそういう関係性があったりとか、例えば、クセナキスとかっていうのは、もともと建築家で、それから音楽の方に移行していったとか、あとはコルビジェもそうなんだけど、コルビジェは絵描きですからね。で、コルビジェの元で働いていたクセナキスっていう関係性があったりとか、コルビジェの修道院の、ファサードかなんか、窓の比率、あれがその音楽とつながっているみたいな関係性があって、あの辺のそのモダンの時代って、カンデンスキーとかもそうだけど、音楽の法則と視覚芸術の法則がどうにか一致させられないかっていう試みは、あんまりうまくいってないんだけど、まあそうなんです、多分バウハウスか、バウハウスとかね、バウハウスはさらに精神性みたいなものも、でも今見るとこう結論にほど遠いっていうか、科学、今の方が科学がやっぱり、追いついてきてるっていうか、だからなんか少しこうスピリチュアルというか、そう、そう、それが結構面白いな。そうかもしれない。いわゆるシュプレマティスムっていう、神秘主義が、両方あるんですよ。近代的な原理主義と、つまりこういわく言い難い神秘的なものをどう折り合いをつけるかみたいな、マレビッチなんかそうだけど、でもさっぱりわかんないっていう、何やってるか。今そのデジタル技術とかが、コンピューターをみんな向けてみたいなのはすごいチャンスなのかなって。だってこの準備が大変なんだもん。上村くんはすごいよね。今まで。いや、すごいっすよ。ちょっと違うタイプだよね。でも、イベントもこう顔で。いや、そうですね。友達とかに、節操がないってよく言われます。あ、節操がない。こう、もう、やんなきゃって思うと、わーってなっちゃう。気をつけてる。メールがね、多い人もう一人いて、奥村祐樹もそうなんですよ。今度、エルメスで。でも彼は、すごいっていうかね、例えばこうこうこうしたいですって、かなり細かい内容を送ってくるとするでしょう。5分後に、やっぱりやめましたっていう、すっごい。それは困る。いや、まあでも面白かったけどね。いや、でも、そういう方がいいですって。いや、なんか正直だよね。なんか僕が、やっぱそのウェブとかで、なんかこうやり取りする。すごいなんか初めての人だから、ね、田中さんとかやり取りしてないから、すごい楽しかった、ね、なんかちょっとわかんないですけど、ブランクラスは俺外からしてみたい、
分かんないですけど、うん、まあ、実験的な場であるっていうイメージがあるんですよ、うん、ただあんまりこう実験的にしたくないと思っているわけっていうのがあって、その実験って何なんだろうって考えた時があって、実験は僕が考えてる実験はもうそこそこ科学でやってる実験と一緒、うん、それ以上いわゆるこうジャンルとして実験になったら危ないもちろん思いますけど、あの実験映画って変な言葉あると思うんですよ、うんうん、あれすごい変な言葉だと思う、なんであそこだけ実験なんだろうと思うけど、あのもう本当にあの化学とかがやってる、化学で実験しようと思ったら、まずはこう可能性があったら全部試してみなきゃいけない、うん、なんか表を作ってこれ何パーセントこれ何パーセント、うん、そのデータを取っていくみたいな、だから、ほとんどは失敗になるんですよ、うん、でもそれが例えばこう記述されていけば共有データになる、うん、だからこうやればこうなるっていうのが、でもちろん表現だからそんなにこうシュッとはしないけど、できるだけそうしたい、だから実験というからには、だからアーカイブ残したい、うん、どう？いや、アーカイブは重要ですよね、だから失敗は大歓迎、なんかだから、いや本当川内さんに年始させてもらったのはすごい良かったなと思って、なんか、まあ、だから、その、小林さんに誘ってもらった時に、最初はライブだけやろうと思ってたんだけど、なんかみんなちょっとやったらしょうがないなって思って、まあ自分の興味のあるところにどんどん突っ込んでいかないといけない。そうするとキュレーションになっちゃったんだけど、キュレーションめっちゃ大変みたいな、うん、なんか慣れないことをなんで俺やってんだろうみたいな、ストレスがめちゃくちゃあって、うん、なんかでも すごい勉強になるんですけど、なんか、うん、また大変なことしないと面白くないよね、そうなんだよね、うん、なんか結構いやだから楽しいです、ブランクラスは多分ちょっとしたプレッシャーなんですよ、うん、単純にこんな人に対するそうするとちょっといつもやらないことをやらなきゃいけない、うん、からまあちょっと緊張したり、うん、あそれはだからなんかいじめとかではなくてなんか そしたらなんかこうなんだろうちょっと思わぬものもちろん、だからスキルアップが目的ではなくて、そうですね、うん、なんだろうな、共有できる何かが増えればいいなっていう、で、さっき言ってたように、やっぱりこう、形骸って言っちゃったけど、